はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は、ハーツオブアイアン4都道府県モッドの続きをやっていきましょうというところで、前回までにですね、首都圏戦争、埼玉、東京、神奈川との戦いを制し、かつですね、福島、山形へ侵攻して、一連の戦争における、千葉の存在感というかね、貢献度みたいなものは群馬に完全に並ぶというところまで来ました。なので、この際一気にですね、この戦争を終わらせて、領土をね、完全に組み入れていきたいなというふうに思っています。で、そのためには、東京諸島部政府を打倒しなきゃいけないんですが、これが島にこもっている関係上ですね、強襲上陸をかけていかなきゃいけないということになるんですが、そのためには、周辺海域を、ね、完全に抑える制海権を得るという必要があるので、今回は、ね、主に海軍、これを強化していきたいと思います。で、基本的な方針はですね、空母、これに駆逐艦をつけて空母艦隊を編成してですね、周辺海域の制海権を抑えにかかるということで、海軍の強化のための研究であったり、そういったものをやっていきたいなというふうに思っています。で、あとはですね、今後この陣営戦略を考えた場合は、関東中枢連邦、次の標的になるのがおそらくこの北の近い、宮城県だったり青森、北海道といったところとも戦争になるんじゃないかなというところで、まずはですね、この秋田、宮城、ちょっとなまっちゃいましたね。秋田県、宮城県の国境付近に、要塞をね、築いていきたいなというふうに思っています。では、早速続きをプレイしていきましょう。まずは要塞をします。で、研究はですね、空母に乗せる戦闘機だったり、支援機だったりといったものを、もう重点的に、まずは研究していこうかなというふうに思っています。今の研究が終わったら、この国境沿いね、万里の長城並みに、これでもかというぐらいに要塞を築いていきましょう。この要塞の完成を待ちきれるかというと、自分の性格的に待ちきれずに開戦を始めそうな気もするんですが、こんだけ要塞築くとね、時間がかかってしょうがないんじゃないかなという気もするんですけど、要塞1個作ってそこで防衛するとね、敵の攻撃防げるんで、だいぶね、楽になるんじゃないかなと思うんですよね。はい、で、ここで、海戦型野戦砲改善アップグレード入りましたので、この後はですね、先ほどお話したように、空母に乗せるものをね、作っていきたいと思います。ということで、艦上爆撃機の艦上型にするための研究ですね、これを入れます。で、この後同じようにですね、次の研究、おそらく中型戦車2が先に終わると思うので、そしたらまた艦上タイプのものをね、作っていきたいと思います。
はい、ここで、東日本における大地震が原因の浦安の液状化現象、まあ、これ、東日本大震災をこの時代にスリップさせてきた内容だと思うんですけど、まあ、この時の震災は確かにすごかったですもんね。船橋で、民需軍需陸上要塞に、ダメージが出ていますという内容ですね。あの時はですね、まあ、電車もかなりダメージが出てましたけど、週が明けて月曜日だったかな、会社からどうしても会社に来てくれと、まあ、そんなに遠い方ではない部類なので、まあ、じゃあしょうがないから行くかということで、いつもよりだいぶ早く6時半ぐらいに家を出て、会社に着いたのがやっぱり11時とかだったんですよね。で、1時間もしないうちにやっぱり帰ってくれと言われて帰ろうとしたんですけど、行きの時はかろうじて動いていた都営新宿線とかが完全に止まってしまっていて、歩いて帰った記憶がありますね。で、当時はまだ僕も結婚してなかったので、まあ、一人で、まあ、その時は西船橋に住んでいたんですけど、会社から、まあ、とぼとぼと帰ってきて、まあ、夕方4時5時とかだったと思うんですけど、まあ店という店からですね、飲み物がもう完全になくなってて、唯一あったのがトマトジュースがあったんで、それを買ったっていうね、思いがありますね。あの時ほどね、この会社をふざけんなと思ったこともなかったですけど、あまりにもちょっと馬鹿げてますよね。来てくれって言われて行ったら、一人もんだともう備蓄してないとどうにもならんという状況だったんで、まあ帰ってみたらもう食べ物も、まあ、特に飲み物がなかったなっていう印象ですけど、ではですね、艦隊の方をちょっと、空母を入れていまして、状況を見ておくとですね、まあ、空母1で、あと駆逐艦が、9隻かな、からなる艦隊で、一応ここがですね、敵に攻撃を仕掛ける、まあ、上陸するための、まあ、東京湾、相模湾、この辺りの制海権を抑えにかかっているという状況で、強襲上陸するための師団は、3つに分けました。8師団の第6軍、それに8師団の第10軍に第11軍、まあ、それぞれ8師団構成になっています。これで、複数の諸島に同時に強襲上陸をかけようということで、3つの湾からですね、3つの港から強襲上陸の指示を出してますので、そこからちょっとまた見ていきたいと思います。
ここは海戦ですが大丈夫だね。相模湾の戦いも勝利してますし、政界権も取れてれば問題ないかなとは思います。問題はね、強襲上陸が成功するかどうかなんだけど、ちょっと厳しそうだな。跳ね返されそうな気配がするね。なんとかね、強襲上陸成功してくれればいいなとは思うんですが、敵の師団の数、あとはこちらのね、補給が持つかどうかというところも含めてになるかなと思うんですけど、でそうなると、今どうだ？まずは第10軍が入っているよね。でここは第11軍だから、こやつだな。こやつが強襲上陸ができていないですね。ちょっとこれは失策だな。だいぶ遠いところから行こうとしちゃってるからね。これでいいでしょう。ちょっとね、時間差ができちゃうかなと思うんですが、ここはちょっと多めに見ましょう。で母艦を作りつつ、駆逐艦、いわゆる随伴艦ですね。これがちょっと数が足りなそうなので、母艦をちょっと年に 1.4 隻ぐらいにして、駆逐艦をもうちょっと増やしますか。こんなところかな、調整としては。本当はね、軽巡とかをつけてあげたいなと、随伴艦護衛艦に。ただちょっとここはどうしても海軍の工場の数の問題もあるので致し方ないかな。あとは上陸作戦がうまくいってくれればいいですね。空母が1隻しかないので、この空母はね、失いたくないというところもあるんで、しっかりとその空母をね、頼みにしていきたいんですが、ここでどうだ。敵は艦艇数が多いけど、空母がいる分有利には戦ってくれるんじゃないかなとは思います。で上陸がですね、一部始まっていますというところで、戦線を拡大していかなきゃいけないかなというところですね。すでにですね、一部の諸島は占領していますというところで、大島は完全に支配権に入れました。で残りというところになるんですが、そうだな、次の目標は
この三宅島にしましょうか。三宅島にじゃあ軍を送り込んでいきましょう。このままの勢いでね、ガリガリ削っていければいいかなというところなので、三宅島に強襲上陸をかけていきます。まあ、そんなにね時間はかからないんじゃないかなとは思いますので、上陸軍を次々に送り込んでいきましょう。であとはですね、まあ、一部の、港しか使えないので港が空き次第ということになるんですけど、まあ、さらにね、軍を展開していきたいなというふうなところになります。この諸島を制覇していくのはやっぱりちょっと面倒ではありますね。強襲上陸をまあ、コツコツと入れていくっていうところが入っていきますんで、である程度戦争している師団の数がね、戦闘に参加している師団の数がだいぶ調整が効き始めているんで、備蓄がね揃ってきましたね。で、飛行機類の類は、まあ、一応に艦上タイプのものを作り始めています。なので生産のラインの方もね、着々と変えていこうかなというところですね。ちょっとじゃあこの三宅島の攻略までは、ちょっと今回ほぼほぼ早送りのシーンが長く多かったとは思うんですけど、入れていっちゃいましょう。で、三宅島攻略したらですね、まあ、さらに軍を、どんどんと進めていって、三倉島、まあ、この辺りまで進軍した後は、まあ、いよいよね八丈島攻略をしていくっていう感じになっていくんじゃないかなと思います。空母もまあ数が揃ってくればいろいろできることは増えてはくるので、まずはねこの諸島部政府を打倒してしまって得られる領土、獲得できる領土を増やしましょう。今だとやっぱり千葉と群馬は47-47なんでね、まあ、請求権どっちが先に発生するかもちょっと微妙ですよね。さあ強襲上陸始まっています。では続いてね、どんどん強襲上陸をかけていきましょう。敵の方が強襲上陸をかけてくるっていう心配は、まあ、今、こちらの方がね制海権を握っているんで、まあ、ないかなとは思います。なので、まあ、そのあたりはねある程度安心して見ていられるかなというところですね。まあ、ここも完全に上陸さえしてしまえばこっちのもんかな。ちょっと範囲が広くはなってしまうんですが、どうしてもね制海権を得ないと、まあ、強襲上陸がかけられないとい
という部分にはなってくるので、ここはねちょっと範囲を広げて対応していきましょうか。で、強襲上陸の準備だけは進めておきます。まあ、ひとたび占領さえしてしまえばというところですね。まあ、一個一個着々と取っていくっていう感じかな。このまま追い詰めていけば最終的にね、勝利は間違いないと思うので、あと残っている東京諸島部政府の戦力ですかね、師団数31から69っていうふうに出てるけど、まあ、本当に31から69も師団がいるとなると、上陸させている部隊だけで戦うのは、まあ、ちょっと苦しいかなと思うんですけど、どこにねそんな師団を抱える余裕があるのかっていうのがちょっと謎だな。こんな諸島ではね、インフラを考えるとそんなに多くの戦力を、まあ、保持することはちょっとできないんじゃないかなとは思うんで、そこはちょっと見ものというか確認というか必要になってきそうなところではありますね。じゃあここは英空軍のドクトリンを研究として入れておきましょう。まあ、ここの戦闘もまあ勝利できるでしょうというところですね。いやだってこれ見ると、敵の方は警視庁軽機動隊になってますからね。編成的にも軍とはちょっと呼べないよな。お、ちょっと待ってくださいね。ここでついに東京諸島部政府降伏だね。確認していきましょう。臆病な、東京亡命政府がもはや群馬に、群馬か、ここでもやっぱり群馬なんだね。まあ、戦争の貢献度という意味では、やっぱり群馬だったということなのかな。さて、こちらは、まずは、どこを取りに行くかというところなんですけど、そうだね、ワラビスタンとかいる？山形239あるんで、これをどう利用するかだよね。まあ福島に傀儡国を作るか、まあ、神奈川だよな。でも欲しいの、いや全ての州の割譲は無理か。でもこれどう考えてもやっぱり神奈川欲しいよ。横浜欲しい、横浜欲しいけどちょっと無理だな。確認していきますか。取れるところどこがあるか。東京諸島部政府はまあいらないんで、西の国、西の国もちょっと微妙だよな。福島、山形、まあまずはじゃあ山、いやーどうする、福島を傀儡国にして宮城との緩衝地帯設けますか。なんかそれが現実的だね。で次だね。横浜の割譲欲しいけどな。川崎もらっとく？じゃあ川崎の割譲、横浜の割譲だな。まあ横浜、川崎、この辺りを獲得した感じですかね。
いやーでも横浜やっぱ無理なんだな。そうだね、一旦ターンを送って次だな。いやでもまんま群馬がさちょっと取りすぎじゃないって感じするんだけど。まあ横浜はやっぱりもらおう。横須賀ももらうよ。鎌倉は琴なんで欲しいよね。大和はもらえないか。まあでも神奈川のほぼ全域を獲得できそうな感じはするけどね。まあこれで一応終わりかな。まあ、結局群馬がだいぶ勢力を広げたという感じの結果にはなりそうですけどね。まあ、ただ千葉としては神奈川の、まあ、大部分ほぼ全域と言っていいと思うんですけど、まあ、ここをね手に入れられたのは大きいかなとは思います。であとは祝いの国っていうのができてますね。群馬帝国がな、結局だいぶでかくなっちゃいましたね。これはしょうがないかな。生産のラインも調整が必要ですね。ただ宮城との緩衝地帯に、まあ、我々が入らなくて済むようになったというのは大きいかな。なので、まあ、その戦争中北の近いと戦争を始めた場合、まあ、直接ダメージを受けなくて済むというのは大きいですね。まあ、群馬がまだガリガリ削っていくんじゃないかなとは思うんですが。はい。では、まあ、首都圏戦争と呼べる戦い、勝利できましたので、この後はね、また、おそらく北の近い、東北の方の戦争を始めていくんじゃないかなと思いますので、そちらの方に、軍を送っていきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。